もうすごい土着的な先住民でしょ、あの不可植民ってのは。あのゴンダ族だとか、あそこら辺にずっとドラビダが来る前の、人種なんですよ。狩猟採集民をやっていて、それでもう森が刈り払われて、狩猟採集ができなくなったから、結局はそのゴミ処理だとか、死体処理、動物の死体処理だとか、そういうことをするわけですよね。それで、ね、なんとか生き残ってたけども、差別がすごいから、やっぱりね、外人に話しかけるってことだけでも、もうすごいバッシングに遭うでしょうね。だからもうほとんどチャンスないですよ。もう結婚するとなったら、カーストがまず最初の大前提。いまだにそうですよ。結婚のね、あれがあるでしょ。結婚の、なんていうんですか、お見合いの欄があるじゃないですか。新聞やなんか、かなり量があるんですよ。そこには必ずカースト、何々を求める。それと、当方、色白っていうのがね、あるんですよ。色が白いとね。高いカーストになると色が白くなりますよね、あれ。そうそう、あれバルナっていう、結局はね、人種が上に積み重なってたわけですから、一番下にその先住民のゴンダ族だとか、そういうアボリジニ系統の人たちがいて、それからドラビダ族っていうのは多分中近東から来たって言われてるんですよ。ドラビダ語っていうのはまだわからないんです。言語体系が全然違うんですね。強いて言うと日本語にすごく似てるんですよ。日本の稲作に関する言葉はね、松本さんという言語学者が言ってるんだけど、全部ドラビダ語ですね。ウネだとか、タだとか、イネだとか、ナエだとかね、アゼだとかね、クワだとか、スキだとか。トンボとかもそうですか。あ、そうかもわからないです南インね。ドと一緒だ。インドランダムジャーニーに書いてあ、そうそう。いや、あれね、本当にね、ドラビの人はね、日本語話す、覚えるの早いって言ってます。だからもしかしたらこれは推文察法とでかす。も似てるんですかね、文法も文似法てに似てるんですよ。肯定否定が3語来るとかね、動詞が終わりの方に来るとかね、わりかし似てるから、自然にやっていけるっていうんですよ。僕も習おうとしたけど、でも発音はやはりね、土着の古い言語ってのは非常に難しいですね。タイ語も難しいしね、中国語も難しいしね、微妙な音があるんですよ。だけど、例えばヒンディー語なんては造成語じゃないですか。わりかし近代に商売のために、リンガフランカっていうんですか、公用語として作られたものだから、わりかし話しやすいんですよ。それは日本だって標準語は話しやすいのと同じですよ。で、ラジオだとかテレビで放送してるから、慣れるチャンスあるでしょ。だけどね、それで例えば東アフリカのスワヒリ語っていうんですか、これも非常に楽ですね。3週間あると日常生活全然不自由しないですよ。あれは奴隷貿易だとか、そういう貿易のためにアラブ人とバンツー系の民族が作ったやつだから。で、マレー語、インドネシア語も作られた言葉ですよね、商業のために。だからそれは楽ですよ、発音も楽にしてますよ。でも土着のもともとの言葉ってのは非常に難しい。標準語を作られたから楽なんですよね。でも方便なんつったらすごく難しいじゃない。だから独特のね、呼吸法だとかね、やっぱりそこの風土に合ったものだとか、民族にずっとつながる、継続されて、第一種のヨガ的な呼吸法だとか、なんかいろいろが入ってるわけですよ。植物だとか。だからもうそれは本当に難しかったですね。僕半年ぐらいいたんですけど、あの時、5、6年前か、南インドの、ラマナ・マハリシっていう、20世紀最大の聖者って言われて、1950年に亡くなった人の、そこのところにいて、うち借りて、住んでて、やっぱり周りの人は英語をほとんど話さなかったから、なんとか話そうとしたけどね、ドラビダは僕の年齢的なこともあったんですけどね、若い時はね、わりかし日常的なことももう、それと観光業があまり発達してなかったから、どうしても現地語を話さなきゃいけないっていうんで、どこ行っても3ヶ月ぐらいで、なんとか日常的には不自由ないようなところまでね、集中したんですね。もう そうすると、ちょっと仕事のチャンスが出てくるし、人間関係のチャンスが出てくるんですね。やっぱり旅しててもね、孤独とやはり金欠が一番大変なんですよ。招待か留学か仕事でじゃなきゃいけなかったんです。で、1ドルが360円だったから、そうです飛行機なんかとんでもない高さなんですよ。それで、
あの船っていうのは MM っていうのはだけが出ててアフリカまで、それも結構高いんです。その当時のあれで12万円ぐらいで、それはかなり高い感じで、でもう奨学金しかないって言って、それであのともかく僕もうアフリカ関係のあの本を英語のやつ全部いろいろと読んで、それであのいろいろなのを書き出して、それを組み合わせて、それで一応ここまでは俺は本読んで理解したけど、この先をこういうふうに理解したいんだっていうあの計画書を出して、それであの、うん、アメリカの日本のね奨学金なんかなかったんですよ、アフリカなんかほとんど。よっぽど、そうですよね、ライオンズクラブだとかね、その程度の人は来てましたけどね。で結局その財団があの一回もそれ見て、書面検査とあと面接で、その時にねあのジャズずっと聴いてたでしょ、で英語が滑らかに出てきたんですよ、その時に初めてだったんですよ、これでうまくやらなきゃいけないと。それで受かって、それがねあの研究隊って形で向こうも出すっていうんで、報告書もちゃんと出すっていう、それでね、あと2人もあれして交通費もなるぐらいの、3人分の交通費が結構な80万円もらったんですよ、その当時で。それとあとそれもらったらあの日本の商社もアメリカの財団にあれされたらっていうんでね、結構2000円ぐらいくれたりとか、うちは金はやらないけどあれだけをあげますっていうの、商品を向こう行って向こうで写真撮ったのを送ってくださいって、そういうので、ね、結構船で行ったから結構あれして、それでジブチまで23日ぐらいかかって、あ今ソマリランドのそのアフリカのツルってそこ行って、列車でエチオピアからウガン、ナイロビまで飛行機で、ナイロビからカンパラってウガンダの、そこまで列車で行って、それでカンパラの大学に入って研究のための特別なコースを作ってもらって、でその教授っていうのはね、やっぱりねマラウイの元国連大使してたりとか、アメリカでも一流大学の卒業生の黒人の教授たちで、特別に僕ら3人のためにコースを作ってくれたんですね。それでねアフリカ人の知性の高さに驚きましたね、本当に。僕なんかそのジャズで憧れてるだけっていうので、それでがね3ヶ月ぐらいみっちり仕組まれて、その中にはスワヒリのコースもあって、でもそれでもうこれ以上行ってもそういうフィールドワークなんかもしたりとかなんかして、でもこれ以上行ってもダメだってみんな帰ると、報告書も出さなきゃいけないっていう時、僕はその時ドロップアウトして、残りの金とか持ってきた商品結構あったんですよ、1トン以上あったのかな、そこら中からもらったんです。車までくれるって言ったけど車検取れなくてね、軽めっていうのは、それでダメだったんですけど、いろいろなの持ってきたんですよ。で送料は自分たちが出したんですけど、ともかくこれを一括して売って、その金はお前らで あれしてくれる、その代わり報告書をお前ら出してくれって、僕はそこからね東アフリカでバイトで食っていくようにしたんですよ。バイトっていうかガイドとか通訳だとか、展示商品の展示場の展示員だとか、ガイドが多かったですけどね。なんとかね、それまでにね英語とスワヒリ語とフランスの、それに日本語と、ともかくこの最初の3つは怪しいんですけど、ともかくそういうガイドにぐらいは合うの、それをもう覚えときゃいいですから、動物はこういう動物でこういう習性があるとかね、今何々をしてるとか、向こうの言うことがふんふんとかなんかめったに向こうは聞いてないから、こっちが一方的に話すだけだから、それはいろいろな国で街売りなんかもしましたけどね、ともかく基本的なフレーズだけは覚えてて、こっち側が話すペースにしちゃうんですよ、今僕がしてるみたいな。それともかく聞かざらないで、下手な言葉だけどこいつ一生懸命何か伝えようとしてると、で実際にこいつ僕は伝えたいわけですよね。そうするとね、だんだん言葉が上手くなってくるんですよ。でやはりああいうところサファリに来る人たちはね、一流の人たちが多かったですね、その当時は。そうです。で僕はその彼らはすごいトリートップホテルだとかね、キャンプ地でもねすごい豪勢なんですよ。アラビア千一夜物語で出てくるようなね、あれがねサバンナがバッとあって、その周り柵やって、あれだけど、僕らはアフリカ人のドライバーの土の小屋にさ床泊まりでみんなでゴロゴロ寝てるんですよ。で前に
大体こういう手組みの石油、のあれがあるだけで、そんなところでもう象も来るし、ライオンが 裏に出てくるようなところにね、いるんですよ。でもアフリカ人といると全然彼ら安全なんですね。なんか知らないけどコミュニケーションの方法があるって。だからともかくだけど通訳よりも運転がね、ともかく自動車の道は未舗装ばっかりですよ。それ時には1日400キロぐらい運転するんですよ。結構離れてるから。そうするとこうカーブするときはこうやって道っていうのは内側に傾くじゃないですか。その逆に傾いてたりするんですよ。それが橋があるはずだと思ってくるでしょ。直前まで行くとね、やっぱり寒気しかドライブできなくて、要するに雨季に泥になってのが粉になるから、もうそれはもうパウダー状なんですよ。だからちょっとね曇ってるんですね。一段が走るずっと曇りがあるんですよ。そうしたらもう一度橋があると思ったらバーンと落っこっちゃって、それもジープだったからシャーシも折れなくてバックで上がってきたりとかね、随分一度は木に激突したりとかね、随分その運転の方で、それと動物何匹も殺しましたよ。引いちゃった。まあ、結局ね、小さな藪の、ま、ところで待ってて、自殺としか思えないの。こっちがこう通り過ぎる瞬間に飛び出してきたりとかね。夜行くとね、こういうジャングルなんかだとね、こう赤い光、青い光、白い光って3つの種類があるんですよ。それみんな鳥なんですよ。それがね、サーチライト見ないで飛んでくるんですよ。ヒチコクのあれみたい、鳥みたい。だこれ夜やるときは片手をねこうやってフロントガラスを押し付けてないと、やっぱりひびが入ってきたりとかなんかするから、それやってくるんですよ。そうするとまあボンボン来て死んでくるんですよ。そのバンパーに突っ込んだままのやつがいたりとかさ。でもそれでアフリカ人の村に着くでしょ。そうするとアフリカ人車が着くと途端にみんなうわーって走ってて、逆のその鳥拾って鳥を拾いに行って。いや、ちょうどね、あの頃ね、アフリカがね、アフリカの年っていうのが1960年にもういくつぐらいだか、20ぐらいの国が独立したんじゃないか。一番早かったのはガーナなんですけど、1954年なんですけどね。ちょうど独立が始まった。独立が始まった時でね、それもその勢いもあって僕は非常にアフリカに憧れたんですね。日本とは違うなんか息吹を感じて。まあ、その後のあれは結構惨憺たるもんですけどね。だからあの頃はすごい輝いてました。アフリカ人もすごい輝いていたしね。まあ僕は一度強盗で にはやられましたし、女にも騙されたりは しましたけど、アフリカ人に関しては本当に僕の日本でのこうなんていうのかな、社長を奪ったっていうかな、固まっていたものをなんかこう解き放ってもらいましたね。